登場ですね。今大谷選手がこちらに来てくださいました。はい、はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。どうですか決勝戦の作戦的には。作戦的には前からで、うん、まあ、いけるとこからって感じで、はい、まああんな形にはなってもらったんですけど、まあ、優勝できてよかったです。はい、でちょうどねもう山口が先行する、その前に4番の森山選手が行ってくれましたね。4番の森山選手が先まくりたん。そうですね、うん、まあ、そこ目がけてって感じですね。はい、うん、もう大体どの辺でこう買わせるあの感触ありました。あ、まあ、まあ、バックス戦過ぎぐらいでは届きそうやなっていう感じはあります。はい、余裕はあら自信あったんでしょう。そうですね、でも前回よりか全然体も調子いいんで、うん、まあ、ちょっと少し自信は前よりマシです。はい、うん、そんな感じ。昨日の、ね、準決勝の走りは非常に、ね、余裕を持って走ってたから、この決勝戦は、ね、もっとこう余裕出てきたなというところですよ。そうですね、はい、うん、いや本当にあの太田選手の体調を気にしていらっしゃるお客様が前後にたくさんいらっしゃいましたが、うん、今日の優勝でホッとされていると思いますよ。いや、まあ、まだまだなんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、タイミングでごまかせたかなって感じですね。いや、それでも優勝をものにするというのは難しいことだと思います。そうですね、うん、なかなか優勝もできないんで、まあ、これをきっかけにまた上に来たらなと思います。うん、そうですね、まあ、この後いろいろと大きな大会がありますからね。はい、はいはい。これからはどんな走りを全国の皆さんに見せてくださいます？そうですね、もういつも通り、まあ、こう行けるタイミングを見失わないようにしたいです。はい、ビッグレースでの活躍期待されている方多いですよ。そうですね、もう去年は全然活躍できなかったんで、今年はビッグで活躍できるように頑張りたいです。はい、ではカメラの向こうにいらっしゃる全国の皆さんにどうぞメッセージをお願いします。これからも頑張ります。応援お願いします。見事 S 級優勝は太田龍馬選手でした。おめでとうございました。はい、おめでとう。